Buongiorno, mi chiamo Yojiro Takita. イタリアでの国立人の公開、本当に嬉しく思います。この映画は極めて日本的な映画ですが、世界中の誰にも必ず訪れる普遍的な物語でもあります。私たち日本人はイタリア映画をたくさん見て感動し、いろんな影響を受けました。世界で最も映画を通して近い国だと思っております。その皆様が私たちのこの送り人をどのように受け止めていただいて、どう理解していただけるのか、本当に楽しみにしております。この日本映画送り人を十分に楽しんでください。ありがとうございます。グラッチェ。